区内駅は、新潟県長岡市区内3丁目にある、東日本旅客鉄道の駅である。新越本線を所属線として、当駅を終点とする、上越線を加えた2路線が乗り入れており、定期列車のうち、上越線のすべての普通列車は、当駅から、新越本線の長岡駅まで乗り入れる。ホームコンコース端式ホーム一面一線と、 島式ホーム2面4線のホームを有する地上駅で、京上駅舎を持つ。JR 新潟ビジネス住宅の業務委託駅で、長岡駅が管理する。駅構内には、簡易型自動改札機、友人改札口、緑の窓口タッチパネル式自動券売機、屋内待合室、化粧室などが設置されている。当駅は、追加新潟エリアに含まれ、新越本線の全駅と、 新越本線の柏崎駅と直越駅の二駅、上越線の小千谷駅に限り、当駅との相互間で追加などが利用可能。京城駅舎は長岡市が管理する区内駅連絡通路に接続している。東西双方の地上部から連絡通路への昇降設備として、東口側には南北2方向に、西口側には北側1方向に出入り口が設けられ、 このうち東口と西口の出入り口には緩やかなスロープがあり、歩行者のほか自転車も通行可能。改札外の化粧室は東口の連絡通路下に設置されている。JR 東日本によると2019年度の1日平均乗車人員は997人である。近年の推移は以下の通りである。当駅は醸造町として発展した。 セッタ屋の最寄り駅である。セッタ屋には、酒蔵や醤油工場、味噌工場などの醸造施設が軒を連ねており、観光施設も存在する。なお、駅舎内部の和風のデザインは、このセッタ屋の街並みをイメージしたものであり、改札口周辺や古線橋の壁面には、木造建築をモチーフとした腰壁や日差し、さらには瓦屋根が設けられているほか、 コンコースの床面には駅を起点とした周辺の散策コースを案内する周辺地図が重複されている。駅周辺は分岐駅という事情もあって踏切が少なく線路の東西を往来する手段は駅北側300メートルのところにある沢田湖線橋などごくわずかしかない。夏季のほか、金融機関や旅館、飲食店などが所在する。かつては 上野金沢間の特急は久高と、新大特急北陸は当駅を通過後、長岡を経由し再び当駅を通過する。同じ列車が2回通過する駅であった。ありがとうございます。